引け身体の野郎ども、随分待たせちまったな。ようやく俺たちが本領を発揮できる時が来たぞ。本領発揮、俺たちは圧倒的不意な状況でこそ力を発揮する部隊だ。見ろ、上下に敵が見せ、やっと本気で戦えるぞ。やったぜ。あのバカ、何言ってやがった。はっきり言って民兵たちは銃持ってるうちの20を出し切った。だったら俺たちは銃持ってるうちの30を出す。ちなみに俺は100を見せてやる。本気かよ。たく、泣けてくるぜ、うちの大将のバカさ加減にはよ。てめえが100なら俺は110だ、バカ野郎。本当に諦めてないって言うのかよ。死た、分かってるよ。民兵は後方と左右に移動、飛信隊に場所を空けろ。隊は信と疎水を将にして二分、電雄、流星の代わりは中鉄、電影、エイさん、美兵は全体の支援。飛信隊、敵を殲滅せよ。声かけてんだが、もう返事すらしねえ。信じられねえだろうが、今倒れたら敵の半分はあいつが一人で切ったんだ。なんなんだこいつは。おそらくあいつはこの一戦で出し尽くすつもりだ。リボク様、南軍の途上兵が不足を、不定と戒令を上げますか。あの二人の傷は深い。上へは無理です。